じゃあ、当たりなの？そうなんさ！わあ、すごい！お、水の波動！いいですね。早速いい技マシンをゲッティングしました。やったぜ。ああ、いいね。水の波動。そしてちょっと倉庫に預けてくるか、これ。はい、そんな感じでですね、今の状況をじゃあ軽く説明させていただきます。今、ヨノワールくんが、ヨノワールさんがですね、あの方が未来人だったということがね、ですね、今、発覚してですね、ちょっとまあ、状況が進展するまで、まあ、おのおの各自クエストに向かえと、クエストとかいうか、まあ、日常生活を送れと、言われてですね、うん、はい。というわけで今、おまけダンジョンの方ですね。まあ、ちょっとミッションがあんまり固まったミッションがなかったので、はい。おまけダンジョンで行こうとしてました。はい、じゃあそんな感じで、緑の草原ね、行こうかなと思います。よろしくお願いします。もう着きましたね。宝箱っぽく2個か、豪華な箱。やったぜ。じゃあ帰ります。早速ですが帰らせていただきます。はい。うい。そろそろストーリーに進展が見られるのではないでしょうか。そうだな、今、三原神対ジュプトルの戦いが行われてるはず。寝せろ。今頃アグノムたちはどうしてるんだろうね。ジュプトルと戦ってたりするのかな。なんか気になって眠れないわ。でも考えてみると本当未来からポケモンがやってくるなんて本当にそんなことがあるんだね。確かにそうだよな。まさか未来のポケモンがこの世界にいるなんてね。そういえば今まで考えたことがなかったけど、ヨノワールやジュプトルがいた未来世界って一体どんなところなんだろう。やっぱり未来世界も今のように平和なところなんだろうか。明日も早いし、無理でも寝なきゃ。もう寝よ。おやすみなさい。また明日、頑張ろうね。おやすみ。誰かいない。ん？なんか、ここに誰いたっけ？ディグダだ。多分ディグダ、ディグダだっけ？ちょっとわかんないけど。ジュプトル捕獲についてだが、ジュプトルが捕まったという知らせは未だに来ていない。みんなやきもきしてると思うが、ここは我慢して、いつも通り仕事に励んでくれ。おや、このサイレンは？小出さんからです。ジバコイル保安官より連絡です。この度、ジュプトルをついに捕まえることができました。おお、とうとうジュプトルを捕まえたでですか？キャー、やりましたわ。それで、ジュプトルを捕らえたヨノワールさんは、ジュプトルを連れて未来へ帰っていくそうです。ヨノワールさんが？帰っちゃうんだ。でも、未来に帰るって、どうやって帰るんだろうな。それは私もよくわからないんですが、何でも時空ホールというトンネルをくぐっていくそうです。そしてその時空ホールをトレジャータウンの広場に開いたそうです。ヨノワールさんは帰る前に皆さんにお別れをしたいとおっしゃってます。ですのでぜひトレジャータウンの広場に来てほしいとのことです。へい、こうしちゃいられねえ。早く行こう、トレジャータウンへ。おお。時空の歪み。もう集まってますわ。でもヨノワールさんはまだいないみたいだな。へへい。
お、あれはなんだあれは。すげえ穴だな。これは時空ホールです。時空ホール？あ、さっきコイルが説明してたものですわね。へえ、これが、なるほど。この中に入ると未来に行けるんですかね。危ない。近づいてはいけません。ここに入ったら最後、未来へ飛ばされてしまいます。注意してください。あ、ユクシー、ネムリット、そしてアグノムも。エルさん。無事だったんだね。よかった。当然よ。それで、作戦は成功したの？うん。さすがヨノワールさんだ。完璧だったよ。ジュプトルは捕まえた。それにあいつに盗まれた時の歯車も全部奪い返したよ。やった！よかった！まもなくヨノワールさんもここに着くと思いますよ。お、あれは？ヨノワールさんだ！ヨノワールさんが来ましたよ！みんな、道を開けろ！ヤミラミ君に捕獲されてる。ジュプトルですか。いかにもありそうなやつだな。へ、捕まってよかったよな。そうね、あいつのせいで世界が滅ぶところだったしね。皆さん、今日は皆さんにいい報告があります。この度ようやくこのジュプトルを捕まえることができました。これも皆さんが協力してくれたおかげです。ありがとうございました。ジュプトルは見ての通り凶悪なポケモンです。皆さんの世界の平和もこれで守られるでしょう。ジュプトル、口を縛られてるみたい。あれじゃ何も喋れないよね。しかし、同時に悲しいお知らせもあります。それは私も未来へ帰らねばならないことです。皆さんとはここでお別れです。やっぱりそうなのか。へへい。悲しいでげす。もっといろいろ教わりたかったでげす。ユクシーさん、エムリットさん、アグノムさん。後のことはお任せしました。うん。わかってるわ。取り返した時の歯車は私たち3匹が手分けして、必ず元の場所に戻します。よろしくお願いします。いろいろとありがとうございました。おかげで助かりました。いやいや、こちらこそ本当にお世話になりました。これからも平和のために頑張ってください。はい、任せてください。では、そろそろ。あ、闇闇も未来の人間なんだ。未来のポケモンなんだ。それでは皆さん、名残惜しいですが。寂しいですわ。また会いたいです。まーん、ヨノワールさーん。そうだ。最後にぜひ挨拶したい方が。エルさん、そしてセロさん。私たちだよ。行こう。これでお別れだね。ヨノワールさん。今まで本当にありがとう。これで、お別れ、か。それはどうかな？え？別れるのはまだ早い！うわぁ！お前たちも一緒に来るぞ！うわぁ！うわぁ！ヘルさん、セロさん！今のは、何が起こったのでしょう？うわぁ！チャプター14、未来世界へ。どこだろう、ここは。確か、引きずられて。ダメだ、まだ意識が。何これ？時が止まっている。
お待たせいたしました、ディアルガ様。少し苦労はしましたが、ようやく捕まえることができました。十分心得ております。歴史を変えようとする者は消すのみ。すぐに排除します。わかりました。必ず。では。ねえ、セロ、起きて。あ、起きてってば。ここは、気がついた。ここはどうやら牢屋みたいだよ。牢屋？私もさっき起きたばっかりでよくわかんないけど、でも、あの扉を開けようとしたけど閉まったままなのよ。他に出口はなさそうだし、私たち多分閉じ込められたんじゃないかな。牢屋の中に隠れるのよ！閉じ込められた！はい、なんでもないです。どうなっているんだろう、一体。閉じ込められているって？よくわからないけど、調べてみるか。おお、なんかマップがえげつないマップだな。なんだこりゃ。とりあえずなんか壁を、なぜ最初にドア、でもこれさ、L とセロなら抜けれそうだよな、スポってこれ。しかし扉は開かなかった。このぐらいの鉄格子、ガバガバ鉄格子くん、押す押す。ガバガバ鉄格子くん、押す押す。しかし、どうしてこうなっちゃったんだろうね。あの時は確か、世の悪さに掴まれて、そのまま時空ホールに引きずられていって。え、ということはもしかして、ここは、未来の世界ってこと？そんな、信じられないよ！だって未来だよ！私たちなんだってこんなところに。でも、この部屋もよく見ると、今まで見たことがない作りだし、そう考えると、やっぱりここは、未来なのかな。うわあ！私たち本当に未来に来ちゃったのかも！まいったね。どうしよう。もしもここが、本当に未来なら、私たち、どうやって元の世界に帰ればいいんだろう。